管理人不在じゃ何かあったら困るだろう。何かあったらすぐに分かりますし、私にはここへの転移能力があります。庭園へのマスター登録を済ませていただきたく、ちょっと失礼しますね。登録完了。マスターの遺伝子を記憶しました。おはようです、マイカさん。おはようございます。マイカさんに、ちぬー、ただの挨拶って言ってたじゃないですか。トモヤ、これ、ちょうだい。エリリ、トモヤ、私え、助かったぜ、サンキュー。お前は私の嫁にする。決定事項だ、異論は認めん。諦めたのか。なんと究極奥義。したか。あ、いや、なんでもないです。かなちゃん、うーわ、これしばらく口聞いてくれないやつだわ。おっしゃ、行くなら今しかねえ。シューちょっと難しい角度ですよ、これは。ここは強引に乗り出すしか。ちょっと、外したー。女子の顔に初めてキスした。すげえ、すげえ。だって愛野くん、私のこと好きだよね。そうだね。でもその女とキスしたんだよね。え、はい、死刑ね。早くその泥棒猫離しなさい。くそ、見捨てられっかよ。死神、な、何すしちゃった。おい、それ誰に聞いた。いいお姉様を話せーのです。うわー、え、オタクな。あ、違う、これ泣いちゃう方だ。貴様、キスノートの力により、あなた方二人は未来永劫結ばれるでしょう。未来永劫と言いたいところですか。じゃあ私も参戦します。とても好きよ。少しだけ。うん。スイーベーシストが見つかって、しかも美少年。誰の手柄？ね、誰の手柄？お手柄って。それじゃあ俺も。いや、これは不幸な事故で。どうした、カイシン、元気ないな。実はこないだバスケの後昼寝してたら、知らない女の子にキスされ、直前で目覚まして逃げてきたんだ。毎晩夢に見るんだ、女子の大群が俺のファーストキスを奪いに押し寄せてくる悪夢を。
お前のファーストキスは永遠に失われたが、これでお前の悩みもなくなった。さっきから何をずっとグダグダしているの。あとはキスするふりして終わりじゃない。がどうした。これであんたも不潔よ。はい。本日のダンスクイーンは春日崎かな子姫に決定しました。それでは祝福のキスをキングより。出番か。を変更して藤岡春日から。え、まあほっぺぐらいなら。ねえねえ、もしかして春ちゃんファーストキスなんじゃ。な、そのキス待った。あ、ちょっとユイさん、新たと顔が近いですよ。今週の面前でリリス先生かわいいにゃ。しずく、お久しぶりです。お兄様、お兄様。まあ減るもんじゃねえし。そうね。そういう問題じゃないでしょ。ちょっと嘘でしょ夏。子供怖いわ。若殿、私に口づけせい。ちょっとほっぺに10くらいだけならよかろう。それもダメか。待て若殿、誰か。あれ、なんか頬じゃない感触。こいつもサスケって。ナルト、逆にガンダルテンじゃないわよ。マジかよ。いただきます。でも太郎くんじゃなくて、もちゅいないの。だったら私君と付き合うわ。だって好きになったんだもん。だから、まあキスぐらい当然するよね。ねえねえ猫さん、それはダメです。耐えてください。マリア、あんたは私の味方よね。脅しに屈しなくていい。どっちの味方なの。どっちの味方もお断りです。バサラさんは私のお兄ちゃんですから。マリア、握手か。そうか。